こんばんは、ナシュメラです。現在まもなく朝10時ということで、まあ、こんばんはという時間ではないんですけれども、まもなくパズドラにエヴァンゲリオンコラボガチャがやってくるということで、それが来たら早速引いていきたいと思います。まあ、久々の復刻のエヴァガチャなんですけれども、今回は新キャラ追加なしということで、既存キャラのパワーアップが主に主体となっているガチャとなっておりますね。で、今回の狙いは、新人アンドカオル、時が満ちた、これを狙っていきたいと思います。攻撃タイプとマシンタイプのエンハンス 2.5 倍が追加されて、まあ、なかなか強くなっておりますので、ぜひとも、ゲットしたいという感じですね。まあ、キャラの種類もそんなに多くないので、金卵自体も2種類しかないですし、運が良ければですね、あっさり出てしまうのではないかと思っております。まあ、そうですね、あのエヴァンゲリオンコラボガチャはやはりコラボガチャということで、金卵の確率がおそらく 10% ぐらいではないかと思っているので、まあ、単純に考えるとその半分の 5% で出るのではないかと思っております。全体の種類もですね、まあ、7種類ぐらいしかないので、運がいい人だとストレートにコンプしてしまう人もいるのではないかと思います。さて、そろそろあと12、3秒で10時になりますので引いていきたいと思います。まあ、この前のね、ハンターハンターコラボみたいなもう失敗はないとはさすがに思いますが、果たしてどうでしょうか。さあ、切り替えていきます。さあ、エヴァンゲリオンコラボガチャ期間限定のレアガチャということで参ります。はい、これがエヴァのガチャドラですね。エヴァガチャ自体はですね、実は今回が引くのが初めてです。さあ、一発目来い。あ、よし、なんだ、どっち、あっ、うっそ。はい、シンジアンドカオル&13号機やりましたね。これはこんな狙いのものがあっさり出てしまったのはちょっと驚いておりますが、まあ 5% ぐらいでね、出る確率はあったので、まあ常にはあるんですけれども、まあパズドラでは初めてじゃないですかね、一発で積もってしまったのは。一ターンの間、攻撃とマシンタイプの攻撃力が 2.5 倍というエンハンスが追加された、シンジ&カオル&13号機です。そうですね、まあ、今回これがもう朝に出てしまったので、とりあえずコンプ狙いで被るまでっていうルールでちょっと引いてみたいと思います。では2回目参ります。ちょっとびっくりしちゃってますけれども、はい、まあ、普通は銀だと思いますよ。はい、銀ですね。これが普通だと思うんですよ。マリです。銀卵がまあ5種類ということで、まだ被りにくい状態ですかね。はい、3回目参ります。さあ、金が出たら熱いけど、まあね、銀、そしてレイ、これで、3種類目ですね。さあ、4回目参りましょう。ここまではいい感じで被らないで来ております。さあ、どうだ。うん、銀。ただちょっと被る確率は増えてきているが、あー、アスカ。いいじゃないですか。本当に被ってこないな。うん、素晴らしい。5回目。ただもうきついよ。こっからはもう、危ない。さあ、銀だ。危ないぞ、ここは。おお、すごい。カオル軍単体。先ほどのシンジアンドカオルではなくて、今回は単体のカオル軍。ということは、残りシンジとトリプルエブンダーだけになったんですかね。まあ、どのゲームでもなぜかカオル君単体ではあまり強くなくて、シンジ&カオルになると結構強くなるっていうパターンが多いんですよね。というわけで残り2種類となりました。今のところストレートで来てますからね、一応狙っていきたいと思います。さあ、次は6回目ですね。はい、さあ、ここが勝負どころのような気はしますが、どうでしょう。はい、銀。これはでも無理かな。残念。いやー、そうですよ。さすがに厳しかった。レイさん。残念ですね。ストッパー役になってしまいました。連勝ストッパーがレイさんですか。はい、というわけで今回の、コラボガチャなんですけれども、いきなりシンジ君登場で、まあ、残り銀玉という感じでしたね。いや、でも素晴らしいですね。あっさり狙いものを一発で引かさせてくれる素晴らしいガチャでした。というわけでですね、今回は、久々に復刻したエヴァンゲリオンガチャ
これを引いてみました。まだ次回のですね、コラボガチャとか夏休みガチャみたいなオリジナルガチャの予定はまだ出てませんので、まあ、いつになるかわかりませんが、来たら引いていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。